トヨタ自動車トヨペット店、トヨペットディーラーの一例埼玉トヨペット、所沢支店トヨペット店はトヨタ自動車のディーラーの一つ。キャッチコピーは2018年2月現在、車と次の楽しみを、トーパット。2016年3月まではもっと車の話し,しませんかアンサー、フォーユー、トーパット。以前は法人名でもトヨペットの表記が扱われていた。 法人名は、トヨペットのところが多いただし2019年3月までの東京地区では一部取扱者種が異なり、トヨタ店と重複するものがあった。マーク X やプレミオ、現在すでに絶版となったベルタなどからわかるように、子育てが一段落ついた熟年のエンプティネスト層を含む高齢者向けのノッチバックセダンをメインストリームとした展開となっている。東京都内では、 販売チャンネル制度を廃止しており2019年4月以降、トヨペット店は存在しない。また2006年8月8日に、商号交換するまでの大阪トヨタ自動車も本来他の都道府県が、トヨペット店で扱う車種を販売していた。石川県のディーラーである石川トヨペットも、2020年5月1日に、実施された全車種平売化に伴い、同年4月に、 カローラ店系列である、トヨタカローラ石川と経営統合の上で、石川トヨペットカローラとなった。現在、トヨタの各販売店系列のデザイン刷新に伴い、看板などを緑を基調としたデザインに順次、変更している。軽自動車、ピクシスシリーズについては、2020年4月30日までは、青森トヨペット、秋田トヨペット、鳥取トヨペット、島根トヨペット、 徳島とヨペット、香川とヨペット、愛媛とヨペット、高知とヨペット、佐賀とヨペット、長崎とヨペット、熊本とヨペット、大分とヨペット、宮崎とヨペット、鹿児島とヨペット、沖縄とヨペットのみの取り扱いで、カローラ店、ネッツ店及び一部のトヨタ店と併売だった。プレミオセダンワゴンスポーツコンパクトミニバン SUV。 軽乗用車商用車以下の車種は2020年5月の全車種平売化の対象外である。東京地区は、トヨタモビリティ東京、神奈川地区は、トヨタモビリティ神奈川、富山地区は、トヨタモビリティ富山、東京地区、神奈川地区、富山地区、大阪地区以外の地域は、トヨタ店の扱いとなる。これまで旧、大阪トヨペットでは、クラウンなどのトヨタ店の車種を扱っていたが、 2006年8月8日をもって両社の社名を入れ替え、他の道府県と同様の取扱者種に変更された。ただし前日のように、現大阪トヨタと一部取扱者種が入れ違っているものがある。北海道地区東北地区関東地区かつて存在した、販売店中部地区かつて存在した、販売店近畿地区中国、四国地区九州、沖縄地区、 ありがとうございます。